はい、皆さん、こんにちは。のっつおでございます。ということで、今回ですけどね、ポケスナ、ニューポケスナやっていこうかなというふうに思います。ということで、今回はね、ドロー火山という火山地帯にですね、足を踏み入れたいなというふうに思います。多分この中では一番命の危険にさらされる場所なんじゃないかなというふうに思いますけども、やっていきましょうか。というかさ、ベレスドこんなに広いんだから、もうちょっとこの地点ぐらいにあってもよかったんじゃねえのってか思うけど、まあまあまあって感じかな。で、前回ね、こちら海3種類行っております。めちゃくちゃ綺麗なんでね、見ていただけたらなというふうに思います。じゃあ行きましょう。古代のポケモンが今も生き続ける灼熱の火山帯ということで、なんかグラードンいそうだよ、グラードンということで行きましょう。さあ、火山来ま、チルタリスがいきなりいるね。早く撮影したいよ。後ろ一瞬でむくむくむく。チルタリスいる。温泉かわいい。ついてくる。そんなことないか。レントラいる。ほい、ついてきてるやん、チルタリウス。おいおい、レントラ食うか。全然無か。火山地帯と思って想像してたのと全然違うね。てか、レントラ結構めっちゃくちゃかっこいいじゃん。チルタリスは可愛かったけどね。これはアーキオス。これもさ、プテラいる。古代のなんちゃらって言ってたからな。そっか、化石ポケモンいるのか。これはクリスタフラワーか。ゴチゴラス。ガチゴラス。化石、ヒコザルいる。ヒコザルいる。じゃあ、豪華、じゃあ、なんだっけ、これ。ヒコザルの進化。うわ、取れなかった。どこだ？邪魔だ。戦ってる。ほら、リンゴで和解しろ。リンゴで。ガチゴラスもでかいね。アーキオス。アーキオスって飛んでるイメージなんだけどな。プテラ。飛んでないね。化石ポケモンの地帯。おや、アーキエオスがなんか、アーキエオスに邪魔されて、進めなくなって、この間通ってくのか。テンション上がるね。たびたびあるこういう坂ね。アーキエオス。レントラもいるね。モーカザル。コロンいるよ。あれ、落とせないから。ゴーロン。うわ、かわいい。寝てるとかわいいね。あれはなんだ？大きな琥珀、一応。落ちた。全員落とせない。さすがに無理か。うわ、ゴロン落ちたね。ごめんな。落としちゃってごめんな。やべ、楽しい。ゴロン落とすの楽しいじゃん。別ゲー始まってるわ。でも、まあ、ゴロン落ちても全然問題ないだろう。マグマに落ちてもね。ゴロン。他は？なんだっけ、マグマックだっけ。化石ポケモンもめちゃくちゃいるな。うわぁ、死ぬ。これは死ぬ。コータスいるらしいけど。どこにいんの？人影。コータス。はい、コータス。モーカザル。食べるか。はい、コータス。人影。何してんの？食べるか？マグマック。ぼちゃんと落ちてきた。すげえな。すごいてっぺんにいるよ、モーカザルが。人影。あのゴロンは寝てんのか。
地面に張り付かないやつもいるんだ。うわぁ、危なそうだな、もう。あ、もう終わる？ん？反応どこ？あ、これは？壁が崩れている、この先には、どちらこちら。あ、終わりか。さあ、選んでいこう。結構ポケモンいるね。あ、古代遺跡の写真撮ったっぽいね。じゃあ、チルタリス。古代遺跡の写真撮っても、なんか意味あんのかな？いや、もう温泉使ってるチルタリス。レントラー寝てるやつがあるから、これにしようか。かわいい。で、アーケオスは、なんかアーケオス怖いな。ははは。どれも微妙だけど、集団にいるアーケオス。飛んでるな、プテラ。いや、でも、化石ポケモンの一体で、ちょっとテンション上がったね。うわ、ガチゴラスもちょっと、微妙。モーカザル。ふぅ、なんかよくわからんけど。とりあえず、この星2のやつ選ぼうか。ゴローンか。琥珀と一緒にいるんだよな。あ、寝てるゴロンで。コーダスは1枚しか取ってないな。人影。こっちかな？あ、星3のやつあるな。あ、なんかこれいい感じか？じゃあこれにしとこう。クリスタフラワーは光ってなかったからしゃあねえで、古代遺跡はこれか。じゃあ見てもらいましょうか。チルタリスどうだ？なんかもういいじゃんね。写真館に飾ってあってもおかしくないよ。え、ほぼほぼ満点じゃん。いきなり高得点、テンション上がる。さあ、レントラ。この寝顔はもう4000点超えるでしょ。あ、超えなかった。さあ、アーケオス。なんか雑魚的感めちゃくちゃあるな。なんかのさ。うわぁ、クソ引く。サプテラ。これも結構遠いからな。2531。マグマック。マジ、もう火山と一体化してるともうまからんな。2835。ガチゴラス。めちゃんこかっこいい。3875。モーカザル。なんかどっかを見てるモーカザル。あっちに高いところがあるなって感じか。さあ、ゴロン。ゴロンね、おもろい。ゴロンおもろい。なんか全部落としたらなんかありそうだよね。さあ、ゴロン2890。さあ、コータス。これ4000点超えるやろ。ね、うん。人影。人影可愛かったな。いや、御三家結構いてテンション上がるわ。さあ、3631。さあ、古代遺跡。古代遺跡を分かったところでって感じだ。これはボルク島の古代遺跡か。よく見つけたね。すごいじゃないか。また一歩、太古の謎に近づけた気がするよ。さあ、火山の調査レベルが2になったと。お、新しい段階に進んだね。小さな変化を見逃さないよう、次もよろしくね。ところで、調査も進んできたので、報告があるよ、ほら、一発目。今回一発目ね。写真を整理した後、伝えるから、楽しみにしててね。みんな揃ったね。また新しい発見？そう、新たな転送スポットを特定したんだ。ほんとか？ベレス島の奥深くに大きな山があってね。雲で見えない山の上にエネルギー反応が出たんだ。はあ、俺がなんかこのベレス島めちゃくちゃ広いからもう少しあってもいいじゃんって思ったら、ここで解放されるんだ。雲で見えない山の上にエネルギー反応が出たんだ。山の上って空なの？いや、雲よりも高い大地に森があるみたいなんだ。かっこいい。ただ空からでは霧で見えなくて少し不思議な場所みたいなんだ。さらにかっこいい。すぐ行きたい。かっこいいか。お前のかっこいいの基準がわかんねえわ。落ち着いて。では、ここの調査もたとめるから、新たな発見を待ってるよ。まあ、次から次へと進んでいくんだけど、イルミナポケモンと全然会えないんだよね。というかさ、このリクエスト全然見てなかった。見ようか、ちょっと。なんかね、解放できてるか、ちゃんと知らずにクリアできるやつもあるんだよね。うわぁ、これは見るのが大変だ。マグマの滝登り、リタがさ、マックがマグマの滝を登ってたって言うんだけど、本当かな？それ見たいね。
アーキオスと警戒心が強いけど安心しているときならフワリングを食べてくれるんじゃないかな。本当？挑発のポーズ。モーカサルがお尻を向けたときガチゴゴラスは怒ってたけど可愛いって思っちゃった。もっと近くで見たいな。それ見られるかな。歌うドラゴンなんだ。この辺りから聞こえる楽しそうなハーミング、どんなポケモンが歌ってるのかな。へえ、気になるな。ちょっともう一回だけ、もう一回ね、ちょっと砂漠行かせて。砂漠じゃないわ、火山だわ。おお、チルトリス寝てる。へえ、寝てる。あ、ええー、コリンクだ、かわいい。あ、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 うわ、なんか逃げてる時の顔が必死だったわ。あ、ごめんな。うわ、ゴロンが転がってきた。なんだ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 。うわうわうわ。お、ファイアローだ。へえ。うわ、リンゴ持ってったわ。楽しげなハミングが聞こえてくる。なんだろう。お、なんかこっちに行ってる。え、向こう行ってなかったっけ。ルートが開けた。てかプテラがどうとかって言ってたわ。全然見えなかった。ガチゴラス寝てるしな。ガチゴラスのケツ取って。こっちルート初めてだな。起こすか。まあ微動だしないか。あんなでかいのがリンゴで起きるわけない。なんだあれ。何あれ。こっちルート初めてなんだね。ていうかハミングがどうのこうのって聞こえてきたけど何のポケモンか分かんなかった。人影いるね。お、人影いるわ。ここにリンゴあげてもさ、意味ないよね。燃えるもんな。燃えてるもんな。本当か。まあ、完全にあれだろうな。え、コリンクいるよ。かわいい。確実にこれだろうな。何これ、蜂蜜？なんだこれ。すげえ神秘的なとこに来たな。どうだ、人影、食べるか。あ、食べる？お前誰だって感じか？はい、食べる。食べ食べて。お食べ。よし。あ、コリンクが。どうだ？食べるか？かわいい。こいつかわいすぎる。へぇ。あ、泳いでる？あ、あははははは。劣ってるね。何だったんだろう。蜂蜜なわけじゃないもんね。火山の別ルートはマジで違うな。さて、次だ次だ。うわー、古代石。あー、もう終わるなこれ。あっ、爆風。クソかっこいい。御三家三種類いるね。あ、爆風いるわ。食べるか。どうだ。あ、怒っちゃった。あ、怒っちゃった。いい、そろそろ終わりか。終わりのポイントどこ。あ、プテラ飛んでるわ。ええ、プテラ、うわ、すげえ近く。食べるか、プテラ。うわ、プテラリンゴ食べんの。かわいい。サーチできる場所。あ、古代遺跡ね。これどこ？知らないぞ、こんな場所。すげえ近いよ、プテラが。やば。あ、もう遺跡の中入ってくじゃん。プテラ飛んでるしな。あー。さあ、選んでいこうか、写真。まあ、治癒体質寝てるやつで、コリンクが、これちょっとこの、かわいいね、これ。これかわいいな。これドアップかわいいけど、これがかわいい。モーカザル逃げてくやつ。ファイアローは一回しか取れなかった。ガチゴラスは、でっけえケツのしとくか。アーキオス、ちょっと寝てるやつかな。で、ゴロンが、コリンク、もう一瞬映ってるやつにしようか。で、人影は食べてるやつのが可愛いかな。でもこのつぶらない瞳もいいな。あーって感じで。完全に主人公はあの人影だけど。一応出してみるか。サプテラ。
だいぶ近いところで取れたプテラ。お、じゃあこれにしとくか。爆風、まあ怒り出したというか、黄昏爆風クリスタ、あ、光ってるやつ手に入ったね。で古代遺跡、こっちがしっかり映ってるからこっちに変えとくか。さあお願いします、チルタイス。お、こっちの高いね。さあ、ゴリンクは4000点いってそうだけどな。新発見だ。うわ、ギリギリか。さあ、モーカザル。まあ、これは悪いのは知ってる。そして、ファイヤロー、新たなポケモン。2903。ガチゴラス、ケツ。ケツだけのやつが3000点超えてどういうことやね。お、意外にも意外に。だいぶ点数上がったわ。ゴロン。人影、かわいい。さあ、コータス。まあ、人影主人公だからな、さっきのは。で、プテラ。まあ、爆風もね、一応リンゴ渡したんだけど、威嚇して食ってくれなかったわ。で、クリスタフラワー。で、古代遺跡。あ、こっちがいいか。ところで、え、また調査も済んできたので報告があるよ。写真を整理した後伝えるから楽しみにしててね。別に調査レベルとか上がったわけじゃないんだけどな。お、なんだなんだ、あんなところに遺跡があるなんて。あれも人が作ったんだよね。うん、何か特別な目的があって作ったんだと思う。そして壁にあった大きな穴。はい、これ初めてだな、遺跡のイベント。あの奥からイルミナポケモン、え、イルミナポケモンの反応があったんだ。奥には何があるの？おそらく遠くの火山までつながっているんじゃないかと。そこを移動していたポケモンってことだよね。どんなポケモンなんだろう。行ってみればわかるよ。ではここの調査もよろしくね。うわ、イルミナポケモンの調査、ベイリーフィンに続き2回目だ。じゃあ間違えた。調査、やっぱ遺跡をちゃんとしっかり取ればイルミナポケモンと会えるんかな。うわ、来た。さあ来たぞ、イルミナスポット。2軒目でございます。2軒目危な。さすがに溶岩の中。うわ、なんだっけ、こいつ。なに。おお、あ、ウルガモス。イルミナポケモンが2匹だったと。なんだ、ボス生物みたいな現れ方。横穴に入っていったと。追いかけよう。ルース。現れ方がボスなんだよな。ん？どこにある？あ、これは古代遺跡の一つだね。お。どういうこと？一応取るか。周りの炎が消えたらイルミナオーブがどうのこうの。投げる。今のままじゃ取っても意味ないってこと？いや、全然何してもダメだわ。いやー、すごいかな。あ、どっちもメスだね。どっちもメスだ。あの炎消すにはどうすればいい？音鳴らしても意味ないよね。オーブ当てる？当たってるように見えるけど。取らしてくれるよ。何枚か取らしてくれるけど。ダメだな。その炎をどう消せばいいの？俺は水の力欲しいわ。かけて、とにかく写真を撮りまくれたら。
おい、裏に隠れちゃった。裏に隠れちゃってるよ。イルミナポケモンルガモスなんだ。でっけえな、それにしても。ね、炎が待っててさ、もうそれどころじゃねえだろ。クリスタフラワーあるな。あれつけてみるか。あれ。お、光った光った光った。光ったよ光ったよ。光らしたけど意味あるか、これ。うー、なんかもう終わりそう。お、近い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 。熱い。なんでそんな炎まとってんの、あんた。俺にそのベールを脱いだ姿を見せてくれ。お、天才か。もうずっとあのままの姿なのかな。まあさすがに終わるよね、もう長すぎる。どこにいんの。お、どんどん上に上がってく。シャッターチャンスはいくつかあるよ。リンゴ与えても何の意味もないしな。まあだからリタのそのヒントがあったんだけどさ、特にって感じなんだよね。炎が消えたらどうのこうのって意味ないもん。炎消えないもん。どうすればいいのよ。何、リンゴ与えてる。何の意味もないな。怒り、あれをつけたい。天才か。めっちゃ取ってるけど、ずっとつけてる俺は。おお、ほい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 、地下。怖い。もう帰る場所だよ。帰るべき場所があるよ俺には。つけたんだけどな、何の意味もないわ。へえ、遊び心あるね、ウルガモス。めちゃくちゃ暇取ってる。あー、もう終わりか。そうか。結構長かったな。話したいことがたくさんあるけど、まずは評価を行おうか。はい。選ぶ。めちゃくちゃ取ったけど、どれがいいよ。ダメなパターンのやつのが多すぎるんだよな。これ全部ダメなんじゃない。取ったのにな。本当か、本当か。本当か。2戦目来たよ。フワリンゴを当てたらあの炎がなくなる。それ最初から教えてくれや。マジか。それ結構難しいぞ。何回当てたかわからん。てか当てるチャンス何回かあったんだな、そういえば。くそ。お、来た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 。ベール脱いだ、ベール脱いだ。うわ、撮影完璧だ。1匹目、まず1匹目ね。で、オーブ光、オーブ当てるってことか、あれに。あのオルガモスに。どこだどこだ。おい、恥ずかしがらず。あ、わ、綺麗。これでいいんだよな。これでいいんだろう。もう一匹だな。よっしゃ、もう一匹やった。あとはオーブを当てる。逃げんといて。天才か、天才すぎ。うわ、よっしゃ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 。これでベル脱いだ。オッケー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 。
うわうわうわ、すごい神秘的な、え、レア写真撮ったかも。うわぁ、まとい出したわ、これめんどくさ。さあ撮ったぞ、ウルグアモス。二人のさ、これめちゃくちゃ神々しくない？これ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 、めちゃくちゃ神々しいの撮れたわ。これにしようか。これを送ってみよう。さあ頼むよ、ウルガモス。まあ、ちゃんと撮れたからよかったわ。これがどうだろう。ああ、イルミナポケモンでも5000点いくんだな。調査レベル上がる。お、新しい段階に進んだね。小さな変化を見逃さないよう次もよろしくね。はい。ところでイルミナポケモンのデータも得られたので報告があるよ。写真を整理した後を伝えるから楽しみにしててね。ニッコニコやの。やっぱりこの島にもイルミナポケモンがいたね。言い伝えは実際に起きたことって前に話したよね。うん、でもポケモンたちが救った大昔の災いって、おそらく隕石の落下のことなんだ。名前はテルル隕石。今から2000年くらい前の出来事だよ。言い伝えにはイルミナポケモンの力が散らばってポケモンたちみんなが光るようになったとある。しかし僕の考えでは、ポケモンたちが光るようになったのはテルル隕石の影響で、その影響を大きく受けたのがイルミナポケモンだと考えているんだ。言い伝えが間違ってるの？それを確かめるためにこの調査が重要なんだよ。おお、その隕石通ってのはよくわかんないけどな。はい、ということで、まあ、今回ね、ちょっと、まあ、イルミナポケモンも取れたんで、ちょっとテンション上がりましたけども。まさかウルガモスの火をさ、フワリンゴで剥がすってか、リンゴってそういう役目もあるんだって、ちょっと、ビビったわ。驚いたわ。素直に驚いたわ。はい、ということで、まあ、イルミナポケモン無事にね、取ることができたんで、よかったかな、というふうに思いますけども。あれ？ちょっと待って、これだけ見るか。どう、調査は進んでる？ネオワン号で他の島に行くのもいいけど、ここで撮影するのはどうかな。普段見てるポケモンたちもいろんな表情を見せてくれるよ。ベースキャンプの左上のアイコンから始められるんだ。気が向いたらやってみてね。おお、じゃあ次回これもやるか。なんかムックルが飛んでるから俺写真撮りたいなって思ってたんだけど、まさかここでもできるとは。ムーランドもいるし、イーブイもいるし、ビビオンもいるしな。はい、次回はここでの撮影、ベースキャンプの仮撮影と、新エリアの、これかな、時式の森ってところ、まあ、切りかかってるけど、まあ、まだね、全然、多分探索しきれてないんから、まあ、それはまあ、徐々にやっていこうかなというふうに思いますけども。はい、ということで、今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価、お願いします。それじゃ